2016年採用のシンドゴ・ペレイラは、コロンビアのアンデス自然地域のリサラルダ県の県と、2016年の人口は39万8700人。アンデス山脈の麓に位置する。世界遺産のコロンビアのコーヒー産地の文化的景観の最大都市、パイサ地域では、メデジンに次いで大きい。ドスケブラダスやラバージニアと共に、 人口100万人以上の中西部都市圏を形成する。独立戦争時代の弁護士のフランシスコペレーラ・マルティネスが名前の由来である。オトゥン川の真珠と呼ばれる。先コロンブス期にはキンバヤ文明やピハオ文化が栄えた。1540年8月9日、ホルヘ・ログレード元水が現在の位置に都市を建設した。1691年、 カウカダニの北部に移転したことで、キュートは放棄された。1863年8月30日、カルタゴと改名して再建が始まった。1869年、フランシスコ・ペレーラ・マルティネスにちなんで、ビジャレ・ペレーラに改名された。1870年以降、アンティオキアから多くの移民が流入した。1950年代の 暴力時代には何千もの難民が流入し、人口が4倍に急増した。1999年から2001年の不況と低成長時代には市民の一部がアメリカやスペインに移住した。2005年から2006年には経済が好転した。2015年、うくまり自然公園が開園した。ペレーラのパノラマ写真、うくまり自然公園のロゴくまり。 自然公園ロスネバドス国立自然公園中心部の夜景、セサルマビディアトリヒーヨ高架橋、マテカーニャ国際空港、カルダス県やキンディオ県、リサラルタ県の交通の要衝。コーヒー高速道路によってアルメニアやカルタゴ、マニサレスにつながっている。ペレーラ技術大学キリスト教のカトリックが主流。ありがとうございます。